え皆さんおはようございます。エフェボーチャンネルです。えー、本日は10月26日金曜日。やっとね、金曜日までやってまいりました。えー、本日一日頑張ってね、えー、また土日ゆっくりとね、音楽三昧楽しみたいと思います。えー、それでは本日もね、音楽と機材妄想を胸に元気に過ごしてまいりましょう。 えー、さて、本日のね、ボードですけれども、えー、またね、高校生からのね、あの、投稿をいただきました。ありがとうございます。ベース用のね、えー、ボードなんですけども、北海道札幌市のね、04LS ルイルイさんでいいのかな、えー、僕らの慣れの果てというバンドでね、えー、とベースを弾かれているそうなんですけれども、えー、投稿いただきまして誠にありがとうございます。で、えー、今回ね、えー、マイページにあの公開していただいている通りあの、ソースオーディオさんが好きということでね、メーカーの方、えー。で、ボードの方も見ていくとね、そのソースオーディオのね、エンベロープフィルターとディストーションがね、こう入っているんですけれども、えー、このボードの方 直列ボードなんで、すすけどもこのののソーーーーススオオディオの、ね、2台がが、ね、顔のようううななな形ににっってていいる、ね、そういう特徴的なベース用ボードに仕上がっておりますで今回の注目ポイントはね、サンズアンプと MXR のね、ベース DI プラス、こちらのね、もう大定番のプリアンプ DI がね、なぜ2台入っているんだろうかと思ったらですね、解説の方にですね、MXR をピックスラップ用に使っていると。で、サンズは、えー、指引用で MXR とこのサンズをね、組み合わせて使っていますということでね、使い方をね、書かれております。そうか、ベーシストさんってそういう使い方するんだということでね、大変参考になりました。 えー、実際のね、サウンドの方、ぜひね、この僕らの慣れの果てのね、えー、バンドのサウンドもね、マイページに公開していただきたいなというふうに思いました。えー、パッと見た目がね、想像量のね、このエフェクター、えー、それからこうコンパクトでね、すごく麗にこにボードにまとまったこのボードっていうんですかね、えー、ベース用ボード、とっても参考になります、えー。ぜひともね、ベーシストの皆さん参考になさって、また投稿などもね、していただきたいというふうに思います。ありがとうございました。